サティアバティは、インドのジョジシ、マハーバーラタに登場する女性。アプサラスのアドリカーとチェーディ国のウパリチャラ王の娘。両主の父に育てられたため、マツヤガンディーと呼ばれた。マハーバーラタの中心勢力であるパーンダバとカウラバの祖母にあたる。マハーバーラタによると、アドリカーは、ブラフマー神の呪いによって、魚の姿となり、ヤムナー川の水中にいたが、 そこに、ウパリチャラ王の生液が落ち、それを飲み込んで身ごもった。後に漁師がこれを捉えて腹を開くと、胃に二人の男女の赤子がいたという。吉祥であると思った漁師が、このことを、ウパリチャラ王に知らせた。王は男子を養子としたが、女の子は漁師に与えた。漁師が育てると、彼女は美しく成長した。これがサティアバティである。しかしその生まれゆえに、 彼女の体からは、魚の匂いが消えなかった。サティアバティは、父の仕事を手伝うため船を漕いでいると、途中で出会わせた聖戦のパラシャラに見染められた。ここで抱かせてくれ、私に抱かれたとて、乙女の体のままでいられる。何でも望みを叶えてあげようという聖戦の言葉に、サティアバティは、体に染みついた魚の匂いを良い香りに、変えてくれるよう頼んだ。 サティアバティーノの望みは叶えられ、体からは良い香りが立ち込めた。彼女はすぐに妊娠し、ヤムナー川の小さい島で出産した。生まれた子は、ドゥバイパーヤナと名付けられた。また、色が黒かったため、クリシュナとも名付けられた。後にベーダを編成したため、ビアーサと呼ばれている。ビアーサは、苦行に励み、サティアバティーノの望む時に、いつでも現れると約束して、 母のもとを去った。サティアバティの方向は有名になり、ガンダバティと呼ばれるようになった。またその方向は一流順離れたところからも嗅ぐことができたため、幼ャなガンダーとも呼ばれた。他方、クルオシャアンタヌは、ビーシマを産んだ日が王宮を去った後、サティアバティを見染めて日にしたいと考えた。しかし漁師たちが彼女の産んだ子供を時き狂おうとすることを要求してきたのである。 王は戸惑ったが、ビーシュマが、父のために自ら王位を辞退し、さらに生涯独身を誓ったので、サティアバティを引とすることができた。二人の間には二人の王子が誕生した。しかし、王の死後、二人の王子は、後継者を残すことなく、よう去ったので、困ったサティアバティは、まず、ビーシュマに、王子ビチトラビーリアの二人のカフトの間に子を設けて、欲しいと頼んだ。 しかしビーシュマは過去の誓いによってこれを拒否した。次に彼女は全部の子、ビリアーサを呼んで同じことを頼んだ。その結果、ビリアーサは二人の家父にそれぞれ盲目の王子、ドリタラシュトラと蒼白の王子パーンドゥを授けたという。後にパーンドゥが死んだ時、サティアバティはビリアーサから一族の滅亡を暗示され、世族を捨てて暮らすよう勧められた。そこで、アンビカー。 アンバーアリカーを伴って森に入り、苦行の末に肉体を捨てて展開に入った。ありがとうございます。